お世話になります、ひとりでございます。今回は宿キングの進化方法について解説させていただきます。サクッといきましょう。場所はですね、どこかと言いますと、三俣ヶ原にまず来てください。まずは海に行きます。右に曲がって、それで海に着きますので、海に着きましたら海をずっとですね、左側というか、陸地がある方側にね、左側の方を目指していくと、そうすると奥にね、ちっちゃいね、水路というかそういうものがありますので、ここの陸地の左側ですねの方にありますので、そうするとそこを行くと、まあ氷なんかこんなポツポツポツ落ちてて、それは無視していいので先に行きますと。そうするとここにちっちゃい部屋がありますので、入っていくとここにおばあさんがおりますと。でここでガラナツの枝ですね、あれをまた使うんですね。15個必要でございまして、これをね、こいつに、あげるというわけでございます。ガラナツの枝をアンデナ植物の冠リースを作るのじゃ。 OK、 これで作ってくれっていう感じで預けましょう。アミアミしてくれますので、全く同じですね、あの鎧のことと。 OKOK、 ガラナツリースを手に入れたという、ブレスじゃなくてリースっていうことですね。OKOK、 これで、宿にとっても似合うぞいということなんで、やっぱりあれですね、宿にあげるということですね。私これで一回動画上げて、宿欄から進化するみたいなこと言ってしまったらめちゃめちゃ叩かれましたけどね、だからそういうところは注意して宿にねあげていきましょう。はい、こちらに球根ガラナツリースございましたね。ガラナツの枝を編み込んだ冠、ガラル地方の宿にかぶせてあげると喜ぶということで、やっていきましょう。こいつにあげていきます。どうなんだろう。はい、当然進化はするんですが、ガオーっていう感じでなりまして、はい、ティンドンティンドンティンドンっていう感じで進化して、はい、こんにちは。いいねこいつ、めっちゃいいわ、デザイン最高だわ、大好きだわ。ヤドキングに進化したと。え、何も思えないの、マジか。それいかついな。でガラルの姿、ジュウツーシーポケモン言いにくいけど、進化のショックと毒素によってシェルダーの知能が上がりまくり、ヤドキングを操るようになったというね感じでございますと。いいね、シャレオツピーポーだね。あ、覚えるんだ、不気味な呪文。ここで覚えるのか、そっかそっかそっか。まあ適当にあくびでいいや、あくび結構強いわ、っていうか念力が良かったな。まあいいや、とりあえずこんな感じでちゃんとね、不気味な呪文という技を覚えるというわけでございます。で一応見てみましょうか。はい、ヤドキングレベル85オスでございまして、特性奇妙な薬ですね。登場した時に貝殻から薬を振りまいて味方の能力変化を元に戻すというね、まあダブルバトル専用という、これはねもともと分かってたことだと思うんですが、まあそんな個体でございます。水の波動溶解器、不気味な呪文ですねこれは。強力なサイコポールで攻撃、相手が最後に使った技の PP を3だけ減らすという感じで、まあなかなか渋い技ですよね。5回しか使えないしこっちの。マジか、そういう感じなんだね。まあ、とりあえずそんな感じでヤドキング進化させることができます。ガラナツの枝の入手方法につきましてはヤドランの方のね動画で解説しておりますので、そちらご覧いただければと思います。それでは、まあ、今回はねサクッと終わりなんで、これで終わりでございます。